しれない。今すぐお金を出しなさい。さもなくば。はい。え、ちょっと少しは抵抗しなさいよ。逆に悪い気持ちになるじゃないの。今日でこの仕事辞めるんで勝手にどうぞ。あそこの ATM も結構お金入ってるんで壊しちゃってください。おりゃ。黒に一点掛けよう。ブリブリブリ。ルーズ募集です。ふざけんな。当たったわ。今のは不正行為に当たるので。うるさい。このお金でヤネちゃんを助けられるわ。今行くからね。おい待て待て。あー、約束通り手術代の1億円持ってきたわ。ヤネちゃんもう大丈夫だからね。サンキューお母さん。え、実はゆうと。はい、なに。俺のこと車で引いてほしいんだけど。そんなことできないよ。100円あげるから。100円もくれんの、ありがとう。ついてきて。はい。あんた、ずっと騙してたのね。お母さん、殴ったこと反省したんじゃないの。おそがみきいこ、動くな。お前は完全に包囲されてる。なんでバレたの。コンビニ店員から通報があったんだ。よいしょよいしょよいしょ。なんで大金が必要なんですか。私には可愛い可愛い息子がいて、その子の手術代を稼ぐためよ。優しいお母さんですね。その理由ならマスクも取って堂々と盗むべきですよ。確かに。マニー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 。警察ですか。強盗に遭いました。マニー。じゃあ、あとは楽しんで。待て。お母さんはいなくなったし、お金はたくさんあるし、最高だ。いけ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 。ニュースです。コンビニからお金を盗んだ遅髪キーコを政府軍が追い詰めました。だいぶ苦戦してるみたいだな。いけ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 。速報です。遅髪キーコが政府軍を壊滅させ逃走しています。お母さん、随分と早いお帰りだね。さすがにもう手は出さないよね。あんた史上最強のバリアを張っておきなさい。バリア。あら、ヤネちゃん、いつからいたの。お母さん、もう総理大臣はやめろ。やめるわけないでしょ。バリー、遅い。日本が終わるぞ。いい加減やめろ。知らないわ、やめたくないもの。いい加減にしろ。あ、ハーゲンダッチ。え、あ、やったか。よくもやったわね。うわ、
さん暴走をやめてくれ。娘の生活を返して。悲劇が起きました。こんな情勢の中、千年に一度の嵐が日本列島を襲い、大洪水の予想です。日本はもう終わりです。千年に一度の大嵐だ。母である私が子供たちを傷つけちゃいけないわね。私やりすぎたって認めるわ。私は総理大臣よ。この国を守るのよ。お母さん。やねちゃん、みんなに悪いことしたわね。私総理大臣なんて向いてなかったわ。本当だよ。前の総理に戻した方がいいわよね。これ委任状。私がこの委任状前の総理に届けてきます。キリコさんは休んで。ありがとうございます。キリコさん、お大事に。私が総理大臣を辞めてから日本は経済回復をし、日常が戻った。行ってらっしゃい。あ、これ持っていこう。ほら、これはお店のだからダメでしょ。じゃあ行ってくるね。気をつけてね。お母さんが総理大臣辞めてよかった。何よ。前総理のキーコから任命を受けました新総理のハワイです。総理最高。ガレ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 、気持ちいい。レミ、俺、ソーリー。あー、ごめんごめん、怒っちゃった怒っちゃった。ごめんごめん、俺アイムソーリー。めっちゃ遊んでる。あの野郎。おい、はい、皆さん、今日は磁石をやっていきます。授業なんてつまらないし、ゲームしちゃおう。はい、で、これがこうで、それ持ってやるからして。これはもう親御さんに言うしかないな。節約節約。うまい棒入れてコッポタージュ作ろうっと。それありゃーりありゃーりー。はい。え、三者面談。どんな教育をしてるんですか。学校でゲームをする子なんて聞いたことありませんよ。でも授業よりゲームの方が楽しいし。先生に口答えするのは叱るぞ。お母さん、ちゃんと叱ってくださいね。すいませんでした。やねちゃん、ゲーム好きなのはいいけどもうやめてね。うん、ごめんね。お母さん、分かってくれたらいいのよ。さあ帰りましょう。フォートナイトで32億円を手に入れたマイク君、賞金は何に使いましたか？ Yes, we bought a new cars and house, which is super big.あんた、ゲーム好き？そうだけど。ゲーム、好きなだけしなさい。え？やったー！うわー！いけ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 ！これが新しいゲーム環境よ！すっげー！うれしい！あなたはプロゲーマーになって、世界大会で優勝し、32億円を手にするのよ！え？さあ、練習行くわよ。何これ。エイム力をつける練習よ。
全然ダメね。次は反射神経の練習よ。うわっ、なんだよ。避けてみなさい。はい、皆さん、今日は地図の記号についてやっていきたいと思います。この間の授業では我が…やねちゃん、何真面目に勉強してんの。ゲームしなさい。ちょっとお母さん、学校でゲームは。この子はプロゲーマーになってご飯を食べていくんです。授業よりも大切なことがあるな。おとなしくゲームやってなさいよ。僕は盆栽小学生キータ。僕のお母さんはいつも優しいんだけど。まあ、金のうんちじゃない。きっと幸運をもたらすから大事にしなね。うん。最近はすごく怖いんだ。くそ、なんだよ。コンジュリさん、何してんだい。あ、おばあちゃん、すいません。そんなんだとキータ君もうちの息子のスキズキンもかわいそうだよ。はい。おばあちゃん、キータ君ごめんね、あんなお母さんでね。あ、キータのお母さん。ママ、何を元でスイッチしてるの。ごめんやねすけ、スペアあるから大丈夫だよ。なんだ、言ってくれよ。しかし、なんか様子がおかしかったな。ただいま。あら、お帰りなさい。今日は10人逮捕してきたよ。警官として誇らしいことだ。まあ、お父さんすごいじゃない。さ、ご飯用意してますよ。スキスキン、そんな無茶はやめなさい。体に気をつけて。うるさいな、お母さんは黙っててよ。ほら、コンジュリ、ご飯にしようか。じゃあ、いただきます。いただきます。唐揚げ美味しい。お父さん美味しいね。美味しい。でも俺はおにぎり食べたいんだよ。コンジュリさん、いい加減にしてちょうだい。食事のマナーも守れないなんて母親失格じゃないの。ご飯もまずいし、私はもういりません。コンジュリ、お前も謝れ。すいません。お母さん、大丈夫？これ、さっき出た金のうんち、運気が上がるって。うるさい！コンジュリさん、キータ君に当たるなんて母親失格だね。はい、すいませんでした。キータ君、あんなお母さんでかわいそうに。お、おばあちゃん。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それ。はいはいはい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、次を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理。早く泳げ。はぁ、よし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く 1000m 泳げ。
もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様よろしくです。よし、お母様対ヤジキ君の試合だ。5分後に始めようよ。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。しかしどうすれば勝てるんだ、考えろ考えろ。この芋野郎が、芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あ、それではキイコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい、必殺技フィンザマジシャン。ヤネスケが打ちそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフラー。こうなったら最終奥義、オナラザバーストストリーム。ヤネスケ行け。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて、何も言えねえ。あちゃちゃー。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服だっさ。黙れ、ほら、早く乗れ。じろじろ見んな、ほら、早く帰れ。ほらほら、さっさと帰れ。ダサじゃねえ、お前、早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ。今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を前に出せ。はい、じゃあみんなよろしく。明日の約束、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はい、まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1 2 3 57 58 59 60 61。5円チョコが61個、合計305円。おかしいな、おかしいな。いや、セールで買ったので一つ4円だった気が。いい受けするな、全部走る。あ、次ユウト。僕は持ってきてません。ふーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は。ボッシュル。次、コンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。ボッシュル。次、ヤネスケ。はい。はい、注目、これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディーは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。うむ、先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい、先生がガムって言ったらダメなんだ。マッシュルー。うん、おえー、言えば、はい、チュー。
第2休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいからついてきて。ヤネスケ待ってて。うん。まだ？もうバスの時間遅れるって。ヤネスケ、キータ、残念ながら1秒過ぎました。出発しまーす。ちょっと待って、あちゃ、もう帰ろっか。やだ、あ、そうだ、ヒッチハイクしてみる。おい、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足いけないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し、 SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生、遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日はオーナー跳びをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや、1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回。頑張れ、頑張れ、いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よーし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ今のは。ユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたっても犬が食べられないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユウト。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。返事は。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。コンジュリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく一定のリズムで。ラジャー。920、921。もう少しだ。頑張れ。996、996、998、999。あー、ごめん、手が疲れて離しちゃった。てめえ、よくも。おい、なんだお前ら、やめろ。なんだこれは。大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。いけ。何すんだよ。
蚊がいたから退治しただけよ。お母さんのせいでミクロイできなかったじゃん。そんなにカッカしないの蚊だけに。覚えとけよ。ああ、もうどうしようね。ああ、もうこれだからなザキがいなのよ。え、何？ブツブツも似合ってるかしら。似合ってるよ。かわいいね。ガッチーン。もう怒ったよ。かー頑張れー。ぶどう？お母さんと二千光は。母さん、ご飯だよ。ほら、おいしいだろ。いけ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 、ヤネちゃんお昼ご飯よ。今日のご飯何？キイコ特製スペシャルそうめんよ。え、またそうめん？もっと味濃いもの食べたいよ。文句なくるな。レンレンレン。くらえ。レンレンレン。なによ。いけ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 。レンレンレン。いけ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 。レンレン。ああもうなんなのよ。水風船投げてもバレねえよな。あら、ヤネちゃん、水遊びがしたいのかしら。一緒に遊ぼうよ。ついてきなさい。百馬返しだ。ガキは子供よくぶれて遊んでろ。ちょっと待て、クソ野郎。うわぁ、これでとどめだ。ヤネちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテー。なになに息子で人儲け、お小遣いはなしのバッナーハッテー。